大島ひろなりのごっつぁんす TV。 こんにちは。あ、ちょ、のり、あれやってくれ。用事があって茨城は結城市、生まれ故郷に来てます、生まれ故郷に来たら、昔ねガキの頃食べてた馴染みの店に行きたいなと思って、はい、何十年ぶりかに、来ました、チャーハンラーメン、ちょっと懐かしい味を思い出したくて、本当に何十年ぶりだろう、現役の頃以来だから20年以上かな、20年以上ぶりに来るかな、はい、楽しみに来ました。まず行きましょう。じゃあ、どうですか。どうも、2人お久しぶりです。分かりますか、川木屋の大島です。どうも、久しぶり。何十年ぶりに来ましたか。いや、懐かしい。ビールは我慢します。めちゃくちゃ飲みたい。餃子も人と会うから我慢します。思い出のチャーハンがあるんで我慢します。はい、おー、チャーハン、はい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 、ラーメン、ラーメン、はい。うわー、これだよ、これ。うわー、懐かしい、これ見て。これさ、唐揚げがでかいのよ、また。これ、いいでしょ。東京でさ、なんか懐かしい味でやると、うわー、流鵬の味思い出すと思って、行こう。その東京で食べるんだけど、なんか違うんだよな、これな。ありそうでなさそうで、うふうなんだよ。いただきます。変わんない。あ、変わんないよ。全然変わんない。幼稚園とか小学校生から食べてた味全く変わんない。縮れ麺も全然昔と変わらない。40年以上食べてるけど40年全く変わらねえわ。
雑誌ね、雑誌チャーシューも濃いめの味でしょっぱいんだけど、なんかこのあっさりしたスープとしょっぱいチャーシューと合うんだよな。ほんとあっさりよ、ラーメンは。なくてもいいでしょ。チャーハンだもん、チャーハン。このスープもうまいんだけど、中ね、必ず町中華にあるこのスープ、この味もうまいんだよな。久しぶりだな、チャーハン。なんだろうこれ、マジでありそうでなさそうで、うふん、おにぎりはほんとうまい。うまいんだよ、うん、すいません、表現いらない。食べたい人こう来てる、唐揚げも大きいの。唐揚げも変わってない。秋の頃食べた味。ビール飲みたくなる。これもうね、ジューシー、脂とね、このね、肉のね、このふわふわ。ふわふわというか、なんていうのかな、カリッとしてふわっとしたこの、でジュワーッと油がくるっていう、このこれでビールいっぱいやりてえな、うん、この後仕事があるから、うん、あと野菜がついて優しい、懐かしい味だったね。もう久しぶりに、もう40年以上前から切ってるけど、ほんと優しくて美味しかったです。機会があったら皆さん流鵬来てください。じゃあまた。こう食べ歩きシリーズ、田舎のあの自分の生まれた故郷で、何軒かもう自分が前ね、通ってたお店がありますんで、あと何軒か紹介したいと思います。よろしく。さよなら。
大島ひろなりのごっつぁんSTV。